本日のおもてなし福岡は大名地区の飲んだ後の締めの定番ラーメン酒坊志原です。赤坂駅から徒歩6分、天神駅からも徒歩13分です。この辺りの地域はラーメン店が非常に多く、超激戦区ともいえる地域になります。こちらのお店ではワクワクするほどオリジナリティあふれるメニューがたくさんあるんです。普段は夜営業のお店なんですが、このご時世ランチもいただくことができます。締めのラーメンによく使われるお店なんですけれども、福岡の人間は2軒目3軒目をラーメン店で行うということもよくあるんです。まさに居酒屋さんといった雰囲気もあるんですが、ラーメンがとにかく絶品で、2日間手間暇かけて作られるというスープは本当に美味しいんです。ラーメンはあっさりやコク、こってりなどお客さんの嗜好に合わせてチョイスできるようになっています。その日の体調や締めのラーメンの場合、何を食べてきたかによって変えられるのもいいですよね。牛もつラーメンもうまそうですね。贅沢派と書かれていますが、立地にしてはお安い方だと思います。駐車場以外で耳にしたことがないんですが、月決めラーメンというのがありますね。面白い試みです。セットもめちゃくちゃ充実していますので、こちらは食事に来るのもよし、飲みに来るのもよし、締めに来るのもよしといった感じですね。ご飯物やおつまみ系も非常に充実しています。新一さんのご子息ワンオクロックのタカさんもいらっしゃったようです。これは見事な盛り付けですね。基本の博多のチャーシュー麺にしたんですけれども、これスープもいい香りがしてきます。豚骨の臭みはありません。こってりしてそうだったんですが、さらりとしたスープでこれは飲みやすそうですね。しなやかな感じの麺ですね。見た感じツルツル感が強くて喉越しが良さそうです。肉のチャーシュー、これはうまそうですね。脂身とろっとろな感じです。基本の博多をチョイスしていて、こってりやコクの方ではないのですが、十分コクがあり旨味が深いスープです。麺は食べやすく喉越しがいいタイプで、少し茹で方がやわめな印象ですが、つるつるしなやかで美味しい麺です。お肉の脂が甘いような美味しいチャーシューですね。決してしつこくはなくて、これは白身に乗せて一緒に食べても良さそうです。とにかくすごい枚数が入っています。志原さんはこの地域で飲んだ方が締めに訪れることが多いお店で、美味しいラーメンがまた格別です。ちなみに飲みの締めといえばラーメンが食べたくなることも多いのですが、それには理由がありました。アルコールを摂取すると肝臓に運ばれて、主にブドウ糖をエネルギーとして消費しながら酵素がアルコールを分解してくれるので、血液中のブドウ糖が不足し血糖値が減少します。
すると体は血糖値を元に戻そうと何かを食べてエネルギーを補給しようとします。さらにアルコールを分解してくれる物質が肝臓で作用するにはイノシン酸が必要になるのですが、これが実は肉や魚に含まれる旨味成分で、豚骨ラーメンはイノシン酸が豊富です。飲んだ後に吸い上げるスープの美味しさはもはや本能的なものと言えるのかもしれません。ほんのりと背脂を感じるんですが、千原さんは背脂を 3,4 時間も炊いて、さらにそれをこしたものを合わせているんだそうです。ポテッとした感じのまろやかさが絶妙ですね。チャーシューの脂身の部分がプリプリしていて本当に美味しいので、これだけの量があってもガンガンいけちゃいます。今回はしていないのですが、本当に白飯が欲しくなるチャーシューですね。このご時世なかなかお酒を飲んで締めるというのも難しいのですが、福岡はとにかく飲んべえも多いイメージで、実際どんなものなのかを調べてみたところ、酒飲みの多い都道府県ランキングなるものがありました。それによりますと、週4日以上年間200日以上飲酒する人の割合は、男性ではなんと我らが福岡は36位で、女性では19位でした。意外だったんですが、全国規模で見ると福岡の人間はそれほど酒飲みというわけでもなさそうです。